松井知事のちょっと一言。その盛り上がりの中で、本当に賑わいを感じられる、そういうお祭りにぜひしていっていただきたいと思っております。チケットをお渡しください。では、4年に1回の食博覧会大阪、いよいよ1年後の開催となりました。まずは意気込みをお聞かせ願いますか。これは大阪を、盛り上げていく、その本当に大きな一つのツールです。はい。4年に一度、オリンピックと同じですけど、その4年間の思いを、こう来年いよいよ、はい、この大阪の食博で、まあ、大阪人の、その実行委員の皆さんたちの思いを、まあ、大爆発させて、はい、大阪に、まあ大阪の食の文化、食い倒れの街大阪ですから、ぜひ大勢の皆さんにおいでいただきたいと思ってます。はい。では本日早速第1号チケットを購入されてましたので、はい、まあ、一参加者としても楽しみにされてるかなと思うんですけども、はい、楽しみにしてますよ。本当にお腹空いてきました。知事、ちなみにお好きな食べ物とかでは何なんでしょう。大阪ですから、お好みとか、好みが焼き鳥とか、はい、そういうのが大好きですね。ございます。はい。では次ですね、今回のテーマ、食でつなごう日本と世界ということで、まあ、食を通じて、まあ、東北地方被災地の支援とかも含め、つながりや絆を作っていこうということなんですが、このテーマに関してはどのように感じられますか。日本は、去年の 3.11 で、はい、非常に、大きな、ダメージを受けました。はい。そしてまだそのダメージから、まあ、復興と言われるように抜け切ってはいません。はい。やはり日本の食、大阪の食、そういう、まあ、腹が減ってはということで、はい。そういう食を通じてですね、世界の皆さんと、つながりをしっかり持っていく、そして絆を確かめよう、はい。そういうふうなこの催しにつなげればいいなと思います。では最後にですね、テーマが、基本テーマが宴ということで、たくさんの方に大阪に来ていただきたいと思うんですけども、参加くださる企業の皆さん、または参加しようと楽しみにされている大阪関西の皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい。大阪、2013大阪食の博覧会、最高の、催し物、そして最高の、食事料理が提供できる、そういう場になるために、実行委員の皆さんも頑張っていただいてます。はい。ぜひ大勢の皆さん、大阪へおいでください。